3日で1000万円売ってこい。久々に日本の本社に出勤したら、新任上司に実力テストをしたいと無理難題を課せられた。そっか、この人俺のこと知らないのか。初めに思ったのはそんなことだった。わかりました、そう答えれば年下の東大卒エリート上司はバカにしたように鼻で笑ってくる。どういうことだ。翌日の夕方、俺が一日で5000万円を売り上げたことを知ると、上司は顔を真っ青にすることに。後日、彼にとって俺を認めざるを得ないことが起きる。俺は大森聡太、28歳の独身だ。俺の家は昔は田舎の自転車屋だった。大森さん、ちょっと、いいかい？ああ、任せろ。祖父の代から村の唯一の自転車屋として、近所の人たちから頼りにされてきた。何かトラブルが起きれば大森さんに、というくらい評判にされていた。小さな村だったから、みんな車よりも自転車を好んで使っていた。狭い道が多いのもあって、自転車の方が小回りも利くし、小さい頃から乗り慣れていることもあって、みんな自転車を使っていた。それもあって、唯一の自転車屋だったので、生活できる程度には繁盛していた。行ってきます。おう、気をつけろな。あんまりスピード出しすぎて人にぶつかるなよ。わかってるよ。俺も自転車に乗ることが好きだった。毎日のように学校から帰ると、自転車に乗り込むほどだ。そうだ、今日こそ勝つからな。今日も俺が勝つさ。山間部の小さな村に住んでいたため、夕方になると友人と坂道を登る競争をする。頂上から見える夕焼けの美しい景色が俺は好きだった。しかし、そんな穏やかな日々は時代の流れによって崩された。村から人口流出で、どんどん人がいなくなってしまったのだ。もうダメかもな。ダメって？そもそも買う人がいないからな。この自転車屋も畳むことになるかもしれない。父の予想通り、祖父が亡くなってから父が後を継いだが、経営は悪化していた。さらに近隣の市に大きなショッピングモールができた。村民はそこで買い物をするようになり、ショッピングモールに行くために自転車から車に乗り換えるようになった。そして、利用者が激変した村の商店は、どんどん畳むようになってしまう。そうだ、引っ越し業者に迷惑がかかるから、今日は行くなよ。わかってる。ああ、もう一回あの夕日を見たかったな。俺の実家も同様で、店を畳んで村から出ることになったのだった。当時俺は中学生だった。大森聡太です。クラスメイトが全員幼馴染のようなところから、何クラスもあるような大きな学校へと転校した。大森って好きなゲームとかないの？え、ゲームはあんまり。は？じゃあ、今まで何してたんだ？自転車とかで山登ったりとか。大森ってすげえ田舎者じゃん。自然に囲まれて生活していた俺は、町で生まれ育ったクラスメイトと話が合わなかった。なかなか馴染めずにいた俺を、みんなは田舎者だとバカにした。やがて、俺は学校を休むようになった。そうた、今日は学校行けそう？休むよ。そう、大丈夫よ。ああ、無理に学校に行く必要はないさ。次第に俺は学校に行けない日が続いてしまった。そうだ、久しぶりに自転車に乗らないか？え？見せたいところがある。俺の後について来い。そんな時、父に誘われて、久しぶりに自転車に乗ることに。迷いなくどんどん進んでいく父をいぶかしく思いながらも、俺はひたすら父の後に続いた。町を抜けて丘を登り。わあ。どうだ、すごいだろ。たどり着いた先は海だった。山で育った俺にとって海は新鮮だった。
さあ、せっかく海に来たんだし泳ぐぞ。うん。砂浜にたどり着いて、父と海で泳ぐ。プールとは違った。砂の感触が気持ちよかった。楽しいか、ソータ。うん。海って、こんなに気持ちいいんだね。その日から、すっかり俺は海が好きになった。それからは一人だったり、父を誘ったりして、よく海に行くように。海までの道中を自転車で駆け抜けるのも、海で疲れるまで泳ぐのも、当時の俺の心を癒してくれた。今日は父さんも一緒に行くぞ。うん、わかった。俺、結構早くなったから、置いてかれないようにね。おいおい、少しは手加減してくれよ。ある時、父とサイクリングしながら、海へと向かう。いつものように遊んでいると、多くの筋肉隆々の男性たちが自転車を漕いできた。わあ、あの人たちすごいな。ああ、近くの大学生なんだろう。自転車競技かなんかの練習か？彼らは近くの大学の学生らしく、大学名が書かれているユニフォームを着ていた。そんな彼らが、俺の目には輝いて見えていた。かっこいい。思わず大声を出してしまった。思わず口を押さえる俺に、父が面白そうに笑う。すると、聞こえたらしい大学生たちは、驚いたように俺を見た。かっこいいだって。普段そんなこと言われないのにな。慣れてないから、結構恥ずかしいかも。そんなことを話しながら、彼らは照れたように笑った。そう言ってくれてありがとう。君の名前を聞いてもいいかな？あ、大森ソータです。すると、その中の一人が話しかけてきた。君は中学生？自転車好きなの？そうだよ。A 町から自転車で来たんだ。大学生の問いかけに、俺は自慢した。A 町からこの海は20キロほど離れているため、中学生には大変だ。海まで行くには長い坂道もある。実際、初めのうちは休み休み来たものだ。それもこの頃には、休みなく駆け抜けられるようになっていた。初めは俺に注意しながら前を進んでいた父を追い抜いて、逆に俺が父を気にかけながら前を進むほどに。へえ、びっくりしたな。道中のことを知っているのか、大学生は素直に驚いていた。話を聞いていたらしい他の大学生も、感心したように俺を見ている。君はすごく体力があるんだね。そんな風に褒められた俺は調子に乗っていろいろと喋り始めた。前も山道に住んでいたから坂道なんて簡単だよ。今は海で泳ぐのが好きなんだ。朝から夕方まで泳いでいることもあるんだ。そうだ、それくらいにしなさい。興奮して話していると父が苦笑しながら俺を止めた。一方で、大学生は俺ににっこりと笑いかけた。君、トライアスロンをやってみないか？トライアスロン？その日から、俺の人生は大きく変わるのだった。俺にトライアスロンは、かなり向いているようだった。何も考えずにひたすら泳ぎ、走り、自転車を漕ぐのは楽しかった。あっという間にのめり込んでいって、筋トレに励む毎日。ソータは一度のめり込むと、とことんやるな。まあね。でもよかった。学校に行かなくなってから暗い顔してたけど、なんだか今は生き生きとしてるわ。それから俺は練習を重ね、ついに大会に参加するように。初めて参加した大会では、結果は散々。他の人たちについていくのがやっとだった。その大会で優勝したのは、あの時声をかけてくれた。大学生の金城剛さんだった。いいか、それぞれの競技にはコツがあるんだ。むやみに走っても疲れるだけだ。金城さんは教えるのも上手で、俺を気にかけていろいろと教えてくれた。やったな、ソータ。はい、金城さんのおかげです。そのおかげで、俺は少しずつ順位を上げることができるようになっていったのだった。ソータ君、すごいじゃん。ありがとう。君もだいぶん上達したね。
トライアスロンを通じて俺は友人ができ、それから学校へ行けるようになった。はじめは俺をバカにしていたクラスメイトだったが、ニュースなどで俺の名前が挙げられるようになったことで、俺を認めてくれるようになったのだ。高校は事情があって中退したが、俺のことを見てくれる人がいたおかげで、すぐに車のディーラーへ就職が決まった。トライアスロンは今でも続けていて、年に何度か大会にエントリーしている。俺にとってトライアスロンは生きがいとなっていた。久しぶりだな。さて、仕事も頑張るか。俺は久しぶりに日本の会社に出社する。実はこれまで俺は海外の営業所にいた。そこで俺だからできる仕事とトライアスロンの活動をしていたため、日本で働くのは久しぶりだった。今日からお世話になります。大森颯太です。ああ、君が。俺は中林博樹、主任だから君の上司にあたる。上司は俺より年下で、東大卒のエリートだという。彼も別の支社から移動してきたようで、主任へは最近昇進したばかりらしい。後から顔なじみの先輩に教えてもらった。中林は眼鏡をかけて、痩せ型の神経質っぽい印象を受ける人物だ。大柄で日に焼け、筋肉質な俺とは正反対だ。中卒の脳筋。は？自分とは真逆の中林さんをまじまじ見る俺だったが、彼の言葉に思わずあっけに取られた。中林は俺を一目見てバカにしてきた。あの脳筋とは？脳まで筋肉ってことだ。そんなことも知らんのか？いえ、そうではなく。思わず尋ねた俺に、中林は完全にバカにした様子だった。確かに俺はトライアスロンをしてきたから筋肉はあるし、ずっと筋トレだって続けてきた。だからといってそこまでバカにされる言われはないと思うんだが、正直こんな上司とやっていけるか不安になってしまった。そうだ、君がどれほど働けるか実力テストしたい。はあ。3日で1000万円売ってこい。そっか、この人俺のこと知らないのか。初めに思ったのはそんなことだった。わかりました、頑張ります。俺は笑顔でそう答えた。それに中林はバカにしたように鼻で笑ってくる。ちょっと大森くん。はい。3日でなんて大丈夫なの？大丈夫ですよ。中林から離れると他の社員が心配そうに声をかけてきた。彼らの言葉にも俺は笑顔でうなずく。さて、頑張らせてもらうか。中林主任、こちら確認お願いします。ん？今日これだけ売り上げました。翌日の夕方、俺は中林さんに資料を見せた。は？え？それを見た中林が顔を真っ青にする。実はあれは昨日一日で5000万円を売り上げていたのだ。5000万？さすが大森くん。5000万なんて初めて見たぞ。そんな中林の反応に書類を覗き込んだ周りの社員が沸き立つ。どういうことだ？その言葉にどう反応したらいいかと困り、俺は頭をかいた。どこから説明したものか。ああ、いたいた、そうだ。金城さん、お前が帰国したって聞いてな。顔を見に来たんだ。その日、俺が帰国したからと職場に金城さんが来てくれていた。彼は今でも趣味でトライアスロンをやっている。また大学卒業後は起業し、今では大きなスポーツ関連会社の社長だ。聞いたぞ、向こうでも大活躍だったそうじゃないか。そういう金城さんだって社長であり、自ら広告塔となって自社を PR しているような人だ。彼は今では誰でも名前を知ってるような有名人だ。それでさ、今日は颯太に頼みたいことがあるんだ。はい、何ですか？会社用の車を用立ててほしいんだ。詳しく話を聞くと、うちの会社が扱っている高級車を
社長専用車として使いたいとのことだった。俺にとっては渡りに船。すぐに契約を結び、ついでに俺は中林さんの実力テストについて話した。ふん、それなら俺が手を貸してやれるな。そう言うと、金城さんは大学時代のトライアスロン仲間に連絡を取った。当時大学生だった彼らの母校は、実はとても有名な大学だ。卒業生は起業したり、有名企業に勤めているなど、立派な職業の人が多かったのだ。もしさ、車を買う予定とかあったら蒼太に頼め。蒼太の性格、わかってるだろ。そう連絡してくれた。あの時出会った彼らは、俺をたくさん可愛がってくれていた。彼らの練習に混ざる俺を気にかけ、飲み物をおごってくれることも多かった。何人かは了承し、わざわざ店舗へと来てくれた。ソータ久しぶり。お久しぶりです。ソータのおすすめってどれ？東さんだったらこっちの。彼らは俺が勧めた車を気に入って買ってくれた。その上で数件契約が決まり、5000万円の売り上げとなったのだ。知り合いの方が契約してくれて、悩んだ結果、俺は正直に説明した。それは卑怯だ。ですが、主任、大森くんが売り上げたことは事実です。そうですよ。皆さん、大森くんだから買ってくれたんです。中林が叫ぶが、周りの社員が俺を擁護してくれた。だとしてもだ。みんな知らない相手に営業して、売り上げている。これはなしだ。俺は認めない。それでも中林さんは引き下がらなかった。明日からはちゃんと営業しろ。そう怒鳴りつけられてしまった。確かに知り合いに買ってもらいはしたが、ちゃんと営業して気に入ってもらったから売り上げになったんだけどな。まあ、ひたすら打ち込むのは得意だからな。明日からも頑張るだけだ。どうせ相手にされなくて泣きついてくるのがオチだ。しかし、中林の予想に反して、翌日からも営業が順調なのは俺の方だった。中林は知識はあるが、それを相手に押し付けて強引に買わせる傾向がある。それで途中で相手を不快にさせたのか、保留にするという返答も多い。それに対し、俺はなるべく顧客の意見を汲み取り、多くの提案をするようにしている。デメリットも丁寧に伝え、車のことだけではなく、その後の点検や保険、アフターサービスのことなどを分かりやすく丁寧に説明することを心がけていた。なるほど。お子さんが2人いるなら、車内は広めの方がいいかもしれませんね。あとは、そして顧客のことは細かくメモを取る。どういうものが好みか、何を求めているのか、家族構成や出身地など。会話で得た情報を整理し、何を進めるべきか選択肢を増やす。そういった地味な積み重ねが重要なのだと、先輩たちから教わったことをしっかりと行っていたのだ。あなたが相手でよかった。こんなにも希望通りの車を購入することができたのはあなたのおかげだ。そう言って笑ってくれるお客に俺も嬉しくなった。そして中林の提案通り、俺は初日の5000万を別にしてもさらに1000万売り上げることができた。嘘だ。こんな納金が。中林は真っ青になって打ちひしがれていた。やあ、大森くん。社長?お久しぶりです、金森さん。直接顔を合わせるのは久しぶりか。聞いたよ。戻って2日にもかかわらず、6000万円も売り上げたって。さすがだな。そこに金森社長が来て、俺の肩を叩きながらいたわってくれた。俺を見つけてくれたのは金森さんですから、その期待には応えないと。なんで、社長とそんな親しげなんだよ。金森さんに気安く話しかける俺に驚いたのか、中林は震える人差し指を俺に向けてきた。彼はね、私がトライアスロンの大会で見つけたのがきっかけで、うちに来ないかと誘ったんだ。金森さんは、俺が会社に就職した経緯を語り始めた。これでも俺は、高校生の時からトライアスロンの選手として、有望視されていた。
オリンピックや世界大会へ出場し、メダルも取れるのではと言われていた。しかし、トライアスロンはお金のかかるスポーツだ。大会に参加するための参加費や交通費、自転車の整備代など。ソータの夢のためだからな。ええ、あなたは気にしなくていいの。両親はそう言ってくれたが、頼りきりになるわけにはいかないため、俺はアルバイトをしながら工面していた。大森ソータ君だよね。はい。失礼、私は車のディーラーを経営している金森と言うんだ。君のトライアスロンでの活躍を見させてもらったよ。そのアルバイト先で声をかけてくれたのが金森さんだった。アルバイトは大変だろう。君さえよければ支援させてもらえないか。え、いいんですか。金森さんの方から俺の支援を申し出てくれた。そしてスポンサーとして社内で支援できる体制を整えてくれた。そんな金森さん自身もスポーツマンだ。今は趣味で行う程度だが、若い頃は陸上競技に打ち込んでいたのだという。だから頑張ってる君を応援したいんだ。ありがとうございます。それから俺は高校を中退してそのまま就職。社員として働きながら大会に出られるような体制を作ってもらっていた。この職場はその頃からの付き合いの人も多い。営業のやり方を教えてくれたのはここの人たちだ。実は俺が今まで海外の支社にいたのも、標高の高い地域に拠点を置き、トレーニングを行い、心肺機能を鍛えるため。もちろん仕事の方も手は抜いていない。そんな俺が帰国したのは、日本での大会が近く開催されるためだった。調整のために帰国し、久々に本社で働くことになったのだ。君と大森君は違う分野でそれぞれ違う努力をしてきた。努力の種類が全く違うのだから、どちらが上とは言えないのではないか。金森さんが中林にそう問いかけると、何かを感じたのか、うなずいて何も言わなかった。その後、中林は嫌味は時々言うし、俺のことを脳筋というのは変わらない。大森さん、こちらお願いしてもいいですか。はい。だけど、少し当たりが柔らかくなった。少しは認めてくれたのかな。そう思いながら仕事とトレーニングに励んでいた。それから少しして大規模な展示会が開催されることに。うちの会社もブースがあり、新しいプロジェクトを発表することになっていた。会社としては社長をはじめ役員などが現地に向かっており、普通の社員は普段通りの仕事をしている。俺と中林も変わらないはずだった。その時、会社の電話が鳴った。え？はあ？と、電話を取った社員が大声を上げたことで、みんなの視線が集中した。何かあったのか？それが。何でも新作の車を発表する予定だったが、よりにもよって、その車の鍵を会社の金庫に忘れてきたのだという。このままでは車の機能を十分に見てもらうことができない。それを理解するのと同時に顔を青くした。映像などで紹介はできるが、それだとこの展示会で実物を見てもらうという機会が無駄になってしまう。俺が届けます。そんな話を聞いて俺は名乗りを上げた。でも交通規制があるから車で現地まで行けませんよ。だからこそです。俺が走って届けます。会場までは30キロの距離だ。制限時間は1時間。途中まで車で行って、その後走れば間に合うかもしれません。もう彼にかけるしかない。そして俺が準備をしている間に他の社員が鍵を取りに行った。じゃあ俺が途中まで車で送ると中林がそう名乗り出た。中林さん。俺も今回の展示会では準備に携わっていた。台無しになるのは嫌だ。何より自分が走ると言った大森さんの助けになりたい。そう言ってまっすぐに俺を見てくる中林。お願いします。それに対し
俺は頭を下げて頼んだ。例の鍵です。二人ともお願いします。はい。俺たちは鍵を受け取り、急いで社用車に乗り込んだ。くそ、混んでるな。休日ということもあり、道路は混雑していた。このままだと、って、中林さん、どこに？大丈夫だ。休みのこの時間なら、こっちの道の方が早い。思わず焦る俺だったが、中林は冷静だった。裏道を抜けて、空いている道を予測しながら進んでいく。中林さん、こんな道よく知ってましたね。思わず中林にそう聞いた。営業するために、ここら辺の地図は全部頭に叩き込んだ。すげえ、ナビよりすげえ。中林の言葉に、俺は素直に感動した。俺は体を動かすのは得意だが、そういった暗記は苦手だ。ちらっと中林の顔を見る。悪い気がしなかったのか、口元が笑っていた。ここまでだな。会場まで5キロのところで車が動かなくなった。ここからは走ります。そう言って俺は車から降りた。信じてるぞ。頑張れ。背後から聞こえる中林の声に送り出されて、俺は駆け出した。鍵を握りしめて、必死に走る。大会用の動きやすいユニフォームじゃない。スラックスにワイシャツ、邪魔になるネクタイはポケットに突っ込んだ。革靴だけは走りにくいから、会社のロッカーに置いてあったシューズに履き替えたが、いつもの格好よりずっと走りにくい。絶対、間に合わせる。それでも、みんなの思いをつなぎたいと思って、走り続けた。送り出してくれたみんなの言葉を思い返しながら走っていると、ついに会場が見えてきた。入り口で手を振っているのは、金森さんと他の社員だ。この中でも、女性社員は感極まったのか、涙を流していた。金森さん、これ。ありがとう。よく頑張ってくれた。金森さんに鍵を渡すと、背中を叩かれる。そして、急いで会場に戻る金森さんたちを見送り、俺はそのまま、アスファルトに寝転んだ。今まで多くの大会に出てきたけど、今日ほど疲れたことはなかった。そして、今日ほど充実した気持ちになったこともなかった。よっしゃ。会場からは大歓声が聞こえてくる。うまくいってくれたらしい。俺はスマホを取り出して中林に連絡する。間に合いました。そうか。さすが大森さんだ。近くの店に泊めてるから、ゆっくり歩いて来い。はい。中林の声も嬉しそうだった。会社への連絡は中林の方でやってくれるとのことだ。あの、阿久津さん？深く深呼吸して起き上がると、泣いていた女性社員である阿久津ひなさんが声をかけてきた。これ、は、ありがとうございます。差し出されたのは水。ありがたく受け取り、笑顔でお礼を言った。こちらこそ、ありがとうございました。かっこよかったです。その言葉に思わず照れてしまう。本当にトライアスロンをやっていて、この会社で働けてよかったと思えた。発表会は無事大成功を収め、会社には問い合わせが殺到することに。社員は嬉しい悲鳴を上げることになった。これも大森と中林のおかげだな。そんなことないですよ。というか、金森さんが原因でしょ？そのうっかり、いい加減直してください。はは、すまんすまん。それにより、会社の業績も上がっていった。大森くんはもうすぐだな。はい。期待しているからな。期待に応えられるよう、全力で頑張ります。そう、日本での大会はもう、目の前まで迫っていた。あれ？そうだ？え？そんな矢先、職場に子供の頃、まだ村にいた頃によく坂道で競争していた友人がやってきた。展示会でここの車見てさ、絶対欲しいと思ったんだよ。そしたらお前がいるなんてな。俺も驚いたよ。
というか、お前もしかしてトライアスロンやってる？やってる。これでも日本代表を目指すくらいの実力だ。やっぱり。いや、テレビで見たことあったんだけどさ。同姓同名なだけで、村にいたお前とは別人なんじゃないかとも思って。ひどいな。だって、山奥にいた頃は今みたいに日焼けしてなかったし。そう言って笑う彼は、例の車を購入し、トライアスロンの方も応援してると言ってくれた。不思議な縁もあるもんだ。応援されたからには、いい結果を出さないとな。さて、もう一つの方も、頑張るとするか。数日後、俺はある大会に出ることになった。日本代表を決める大会でもある。大森さん、頑張ってください。ありがとう、阿久津さん。あれから何かと声をかけてくれ、いろいろサポートしてくれる阿久津さん。彼女に見送られ、気を引き締める。そして、社名が入ったユニフォームを着て、スタート地点に立った。ふぅ。合図とともに、俺は飛び出した。トライアスロンは、過酷な競技である。スイム、バイク、ランを、それぞれ自分一人で、ゴールを目指すのだ。だけど、俺は孤独を感じてはいない。俺の手首についているリストバンドには、会社の仲間や、金城さんたちからの寄せ書きが書かれている。苦しい時にそれを見ると、元気が出てくる。絶対負けねえ。俺は笑みを浮かべて、がむしゃらにゴールを目指した。大森さん。阿久津さん。すごいです。やっぱり大森さんはかっこいい。ゴールで待っていた阿久津さんが、俺に抱きついてくる。ヘロヘロで、汗だくな俺なんてかっこ悪いだろうに。それでも、かっこいいと言ってくれた。阿久津さん。はい。今回の結果で、日本代表に選ばれたら、俺と、付き合ってくれますか？直前まで気づかなかった、リストバンドに書かれたメッセージ。阿久津さんから、走る姿に惚れました。好きです。と、小さく書かれていた。はい。やった。もし、選ばれなかったら、私が告白しますね。そう言って笑う彼女に、内心、もうされてるんだよな、と思った。結果、俺は無事に代表に選ばれた。今日は大森くんの日本代表になったことを祝して、壮行会を開会する。そして、壮行会が行われた。みんなが俺に、おめでとう、頑張れと声をかけてくれる。大森さん。あ、中林さん。と、中林が俺に声をかけ、そのまま隣に座った。俺は、大森さんのことを上司として、誇らしいと思っている。ありがとうございます。はじめの頃、ひどい態度をとって申し訳ないと思っている。本当にすまなかった。いえ、いいんですよ。実際、俺は中林さんみたいな学歴がありませんし。俺は自分の学歴に誇りを持っているんだ。中林が自分のことを話してくれた。中林の家では学歴主義というか、家族がみんな高学歴なこともあって、勉学で努力するのは当然、いい大学に行くのが普通、みたいな感じだったらしい。幼い頃から努力を続け、俺も念願の東大を卒業したんだ。努力さえすれば、学歴が低いことなんてない。そう考えて、俺なりの努力をしていた。それが中林にとっては普通のこと。そして、学歴がないものは、努力をしなかったものだと決めつけていたんだ。そんな考えがあって、中卒の俺は、何の努力もせずにいるやつだと判断したらしい。だから、俺に無理なことを押し付けて、辞めさせてやろうとも思っていたとのことだ。あの時、社長に言われた努力の種類は、人によって違うという言葉を何度も思い返したんだ。それで中林は、話に出ていたトライアスロンについて調べたらしい。初めて知った過酷なレース。俺には大森さんのように泳いだり、自転車を漕いだり、走ったりすることは到底できないことだ。だけど、
あの展示会の時に駆け出す俺を見て、彼はそんな過酷なレースで戦っているのを認めた。そして、実際に大会での様子を見に来たらしい。大森さんは相当な努力をしたんだということが理解できた。中林さん。勉強ばかりできてもダメなんだよな。そう自重する中林。それは違いますよ、中林さん。え？俺がすぐに否定すると、中林は驚いたように俺を見る。あの展示会の時、中林さんの知識があったから裏道を抜けて、なんとか発表に間に合ったんです。それだけじゃありません。普段から中林さんの知識には助けられることがたくさんありました。足りないところを補ってこその仲間です。完璧な人間なんていないのだから、助け合っていきましょう。俺の言葉に中林が笑う。その通りだな。そう言って笑った彼は、随分幼く見えたのだった。それから、俺は日本代表としてのトレーニングに励んでいる。お疲れ様、ゾータさん。ありがとう、ヒナ。恋人になった彼女も、俺を懸命にサポートしてくれる。彼女が来てくれてよかったわ。今までサポートしてくれた母も、彼女に感謝していた。父は今まで通り、俺の背中を押してくれている。仕事の方では、中林が中心となってやってくれているらしい。先日、みんなからの応援メッセージが届いた。中林からのメッセージも、その中にあった。さて、頑張りますか。そして、俺自身も、みんなの応援に応えるために奮闘する。こうやって、お互いに助け合って、いい結果が生まれるんだ。それを忘れず、俺はレースに挑んだ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。